皆さんこんにちは、りなりさです。はい、今日なんですけど、じゃじゃーん、じゃーん、見慣れない景色、新しい風景です。はい、ということで私たち引っ越しをしまして、はい、で、今回なんですけど、新居引っ越ししたてのルームツアーをやっていきたいと思います。はい、引っ越したてなので、まだ一番重要なダイニングテーブルだったりレジャーのドレッサーとかが届いてないんですけれどもいち早く皆様に今回は紹介しようかなと思って動画を回してます。はい、で、もう結構ね、やばかったよね、これやばかった。これがめちゃめちゃかかったんです。頑張ってね、2人でね、せっせと貯金をね、こう働いて、ね、一緒に共同受験こうね、せっせと作っていったのが、スポンパン飛んでちゃいました。というわけで、だいたいね、本当にリアルに3桁ぐらい今回かかりましたね。そうね、3桁以上か。もうね、エアコンとかもこんな金かかるんやみたいな。エアコンね、あのリビング以外ついてなくて、つけなきゃいけなくて自分たちで、うん、だから電気屋さんに回ったりしてるんだけど、まだね、そう、つけて金なくて買えないの暑いの暑い。だから、あの一応これから寝室見せるけど、はい、まだあそこで寝てません、はい、全然寝てないです。ほぼ寝てない。あのこっちにリビングに敷布団敷いてエアコンの風を食らいながら寝てるような現状です、はい。まあ、そんな現状をまあね理解した上で、はい、まあ、今回これから同棲する方もきっといると思うんで、まあ、家具とかね、まあ、参考になるか分かんないけど、まあ、よかったらね見ていただけたらなと思います、はい。それじゃあ早速行ってみよう。はい、じゃあまず玄関から紹介していきたいと思います。お願いします、はい。前の家みたいになんか台とかはなくなったんで割とすっきりしてて、うん、こっちとこっちどっちも靴箱なんだけど、はい、もうね引っ越して何より嬉しいことが一つあって。何何どうしたの。ルナさんと下駄箱を分けられたことです、うん、なんでルナさんの靴本当にめちゃめちゃ臭くて、前の家はやっぱり1個しかないから一緒に入れるしかなかったんだけど、今回から分けられるので匂いがつかなくなりました。叫んだこいつ傷つくねんけどはい、じゃあ早速りーちゃんの方からじゃじゃーん。おいいね、広い、いっぱい入るから、いっぱい入るようになって、これ結構奥も広くてな、うん、いっぱい入る、最高じゃん、嬉しいね。こっちね、りなさんのところです。おいおいおい、ブレーカーみたいなのおい、しかもなんでさ、傘が場所取りすぎやって、ね、結構取ってる。りなさんここだっけ。臭っ、確かに臭っ、ほらやっぱり臭い、うん、ごめん。はい、次次、はい、次トイレです。バカが、くだらないって。ゆうやさん、ゆうやさん変態、やめてよ。いや、いいよ、いいわ、もう普通に紹介してくれはい、お手洗いです。はい、はい、結構広いよね、まあ、ちょっと、マンより気持ち広くなった。そうだね、これ可愛いね、ゆうやさんとかをめっちゃいい匂いするよね。そう、いいでしょ、こんな感じ。じゃあ洗面所です。はい、じゃじゃん、広いね。広かったの、めっちゃ広いやん。そうだな、あの生活感がなくなりました。おー、ここに全部収納できるようになって、うん、こことかは結構部屋系やけ、うん、シナモロール黙れとかとかこっちはスキンケアリーな、はい、で、こっちがまああの髪の毛系とパックとか、はいはい、歯ブラシ、うん、あ、リナさん来たなで、最後、はい、ここ、リュナさんねえ、なんか狭いんだよ、俺のが全体的におかしいやろって感じですかね、まあ、いいけど。はい、じゃあ次はお風呂です。ほらセクシー、広くなりました。うわー、綺麗いいでしょ。いい、ちょっと指ね、ほら、リーちゃんのサイズ感がわかる。なんかちょっと濡れてる。いい、行き行き行き、濡れてるよ。いいね、あー、いいね、ちょんぼちょんぼ、ねっ、ね、気持ちすぎる、バイバイはい、次は俺の部屋です。念願のじゃあおいでおいで俺の部屋どうぞ紹介します。じゃじゃーん。ええ、ちょっと待って、レナさん、え、何、え、ねえ、ルームツアーするから片付けるって言ったよね。え、なにこれ、なんでこんななの。え、は意味わかんないんだけど、なんでこんな汚いままなの。全然片付いてない。それもさ、また脱ぎっぱでしょ、もう最悪だよ。レナさん、そんなんだったらもうね、家の部屋なくすからね。やだよ、ねえ、やだパンツふんなレナさん、バイ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 レナリサカップル。
はい、じゃあ寝室に来ました。わー、寝室っていうものがずっと欲しくて、すごいね、ちゃんと一個夢が叶いました。しかもクイーンサイズのベッドです。大きい。これはニトリで買った、10万ぐらい、マットレスセットで9万ちょいぐらいで、ね、うん、結構高いね。なんですけど、問題はこれです。お布団と毛布がチュンチュルテンなんです。買ってないからね。レイちゃんだってセミダブルのベッドだったから、うん、なんだろう、3、40センチぐらい違うんだよ。チュンチュルテン買わなきゃなのに。お金、お金ないよ。お金ない、お金ない、お金ない、しばらく燃え死ぬたち。で、変わらずルーちゃんのレイちゃんのやで。で、クローゼッティングはまだ特に何もいじってない。まだちょっと汚い感じ。残念やな。ここ？ここはレイちゃんの寝巻き。ルームウェア系。寝巻きね。ジェラプ系ルームウェア。いや、変わらんやろ。可愛いでしょ。はい。こんな感じですね。はい、じゃあキッチンに来ました。なんかね、横幅はちょっと狭くなったけど。確かにね。こっちが広くなった。そうだね。だから料理、この台所がめっちゃ広くなったよね。なんでどうした？何？やだな。これ昨日から置いてある。いつ捨てんの？今でしょ。じゃあ捨てない。はい、これまだねできてないんだけど、これなんか3コインズで買った調味料ラック。安っ。もうちょっと高見えするね。おしゃれ。可愛いでしょ。で、こっちの棚なんだけど、うん、こっちもね1万ちょっとぐらい。どこで買ったの？楽天で買った。楽天さん、さまさまです。さまさま、あのね、ポイントバックマン。これ組み立て大変やったわ。これ二人で夜な夜な組み立てたやつ。でも他に家具を買ったないから、持ってきたものだから。そうだね、基本的にはね、うん、持ってきたやつだね、うん、ゴミ箱もいつも通り。そう、臭いゴミ箱ですよ。で、なぜここに冷蔵庫があるのかは謎。冷蔵庫も前回のものを持ってきました、うん、冷蔵庫の中ちょっと見せてください。キレるみ。もういい。ぐじゃぐじゃ。はい、そんな感じかな。はい、はい、じゃあ続いてリビング行きます。なんでここやな。じゃじゃん。おー、めっちゃ広い。やっほー、めっちゃ広くなったわ。はい、広くなりまして、で、本来はここにダイニングテーブルが来る予定だったんです。そうやな、もう捨てんだよ。まだ来ません。箱よ、来たらまた紹介します。はい、じゃあこの椅子です。椅子じゃねえ、テーブル。テーブル。テーブルです。どうした？これね、すごいのが、見てて。じゃじゃじゃ。おー。昇降式テーブルですね。そう。だからこうやってね、なんか仕事もしたりとか、ご飯とかも。ご飯食べたりとかできるし、これ Amazon で1万6000円ぐらいだった。大理石調で可愛いよ、ね。そう、可愛いの。かわいい。こちらのテレビ台でーす。こう壁掛けはね、やっぱね、チンチンだから、あ、ごめんごめん、賃貸だから。難しいとは思うねんけど、うん、そう、こういうのだったらね、壁掛け風で一応高さと角度とかも調整できるようになってるから、ほら結構便利よね。めっちゃ便利。ちょっと便利がちっちゃいのが恥ずかしいぐらい。32型、うん、ちょっとテレビでね、ずっと買ってないからね、買いたいんだけどお金ないねん。買ってん、りーちゃん。無理、りなさん買って。これは楽天で買いました。うん、楽天ね、1万2000円ぐらい。ああ、安いね。タンスの原です。ああ、タンスの原さん。よう出てくるわ、タンスの原さん。よく出てくる。タンスの原、はい、お世話になってます。うん。はい、じゃあリビングはこんな感じです。はい、ありがとう。はい、じゃあ最後はりーちゃんの部屋です。うふふ、うん、じゃあじゃあじゃあ、おー、じゃあ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 、すごい綺麗、かわいい。はい、本来はここにドレスターが来る予定です。なるほどですね。はい、まだ来ません。はい、じゃあちょっと中、洋服とかちょっと見せてもらおうかな。ここは割と可愛い一軍的な、一軍的な、よく使う服、お気に入りがあって、はい、で、こっちが、今まだ汚い。下とかさ、汚い。マジで。じゃあ、こっちがバッグで、あー、ブランド卿だからね、リリちゃんはね、頑張って、せいせいと働いてるんだ。すごいね、カバンがいっぱいあるね。はい、で、こっちはボトムスケ、スカート、うん、と、こっちはシャツ、ワンピース、うん、ミニワンピとかですかね。で、ここに本来はあの収納ボックスを買ったんですけど、うん、まだ届かないんです。チーム、はい、こんな感じ。アウター入れてます。どれどれ。あー、アウターね。で、上はまだ何も届かなくて、はいはい、下も
ソードバッグ入れてるあれリリちゃんの下着とかどこ？下着はあの洗面所のとこやで。なあ、今どこ行くの？下着？洗面所って言ったじゃん。アホやん。アホだからね、もうまんま入れてるからダメ。なんだ？放送事故。はい、じゃあということで一通り部屋の紹介は終了になります。はい、だいぶ広くなったでしょ。うん、めっちゃ広くなったからね。でもね、あの結局ここのリビングのソファーに3人固まってることの方が多い確かに。あ、そうだ、ちょっと待ってて。うん、ちょっと 目つむって待ってて。目、うん、何、ちょっと待ってて。まだあもう一回。はい、じゃあ目を開けてください。どうぞ。じゃじゃじゃーん、新居祝いってことでリリちゃんにプレゼントです。なにこれ、おいた空豆です。空豆、まあね、なんでせっかくね、あの広いお家引っ越したってことで、うん、あのやっぱ一緒に育てていきたい、一緒に思い出を築いていきたいと思って、あのね、サプライズプレゼントです。なんで空豆なの？え、嬉しくない？え、嬉しくない？そらまめ、これだってさ、畑で育てるんじゃん。どこで育てるの？いや、ベランダ？ベランダで育てる。え、なんなんありがとう、ありがとう。っていうのは、まあそんな反応すると思ってました。実は、ほんちゃんのじゃじゃーん。え、なにこれ、龍馬なんじゃん。え、いや、せっかく、あ、まあ、新居に引っ越したっていうのに、なんか新居祝いみたいなのってさ、俺は友達少ないから誰からももらえないよなんで、まあ、俺からね、はい、ささやかなプレゼントになります。開けちゃうよ。え、かわいい、箱がもうかわいいんだけど。めっちゃいい匂いするっしょ。どうぞ開けてください。じゃーん、うー、かわいい、めっちゃかわいい。これは何？これキャンドル？そう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 。おしゃれじゃない？あ、これはあれか、ハンドウォッシュ。うん。え、ルナさんすごい。え？え、ありがとう。嬉しい。これからもよろしくねってことで。はい、よろしくお願いします。はい、よかったです、喜んでもらえて。めっちゃいい匂いする。で、俺も目つぶっとけばいい。顔嘘嘘、リーちゃんがいてくれるだけでいいです。買ってくれると思わなかった。あのさ、新居のいろんなさ、まあね、いろいろね、リーちゃんがやってくれてたからっていうのがある。あ、俺もう仕事で忙しくって、その中リーちゃんがいろいろね、うん、もうあの必要なものとか調べて買っといてくれたから。そうね、引っ越し業者とかね、全部リーちゃんがやってくれてたから、もう本当にね、これ気持ちで。ありがとうございます。はい、どこに飾るかな。これからもね、仲良くやっていこうね。ルナナとリリちゃん、インヌのルー。はい、そんなこんなで今日の動画は以上になります。はい、まあこれからね、このお家にで生活してって、このお家で多分動画撮ることも増えると思うんで、はいはい、ぜひね、皆さんも、うん、このお家慣れてください。慣れてください。しばらくはね、リサたちも多分みんなも違和感あると思うんで。そうね。ということで、この動画が面白かったな、良かったなと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもいっぱい書いてくれたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。